もしあなたの職場で同僚が次々と殺されていったら。1993年6月24日アメリカノースカロライナ州シャーロット。本日未明アパートの一室で女性の遺体が発見されました。まあかわいそうに。テレビから流れるそのニュースに悲しげな表情を浮かべるその女性は D サンプター。彼女がそのニュースに関心を示したのは単なる偶然ではありません。実のところ D はこの4ヶ月前に娘のショーナを殺人事件で亡くしていたんです。犯人は未だに捕まっておらず、やり場のない怒りと喪失感に苛まれる日々。そんな中でも D は殺人事件の被害者遺族支援団体を設立し、少しでも前を向こうと奮闘していました。ショーナが生きていたらどれほど良かったか。大学で法律を学びながら、将来のためファストフード店のアルバイトでコツコツとお金を貯めていった努力家の娘ショーナ。そうやって D がけなげだった生前の娘の姿に思いを馳せていたその時でした。嘘でしょ。 D は引き続き報じられていたニュースの内容に耳を疑いました。その日亡くなった女性はなんとショーナと同じファストフード店のアルバイト。そう、ショーナの死を皮切りに、そのファストフード店では1年で計4人のアルバイトが不審死を遂げるんです。アルバイトが次々と不審死を遂げていくファストフード店。その店で一体何が起こっていたのか。連続殺人を可能にしたのはその職場環境ではなく、偏見で曇り切った人々の心だった。おそす。今度ヤミコとエジプト行くかも。ケンちゃんです。美術館巡りに誘ってヤミコです。世界最高の美術館行きたい。エジプト誘ってくれるの。私エジプトのあの建築物がもう美術館って、あのピラミッドもさ、今の科学技術でもどうやって作ったか分かんないと言われてる。言われてるらしいわね。今日はね、そんなエジプトの話とは関係のないお話です。本日ご紹介するのはアメリカのノースカロライナ州、言いづらいんですけど、で起きた殺人事件なんです。その事件をですね、とあるファストフード店を従業員がね次々と不審死していくっていう、一体何が起こったんだろうっていう事件。何、お店の中に何か殺人犯かなんか潜んでたとかって、そういう話なのかしら。あの人かもしれない、この人かもしれないの、ポテト揚げてたら襲われるかもしれないとかやってたら揚げらんないわよ。ポテトに限んねえけど、ポテト怖いっすよね。死んでる建物内で自分、しかもファストフード店なんかもっと狭いわけじゃん。疑心暗鬼になるよね。疑心暗鬼になるわよ。安心しちゃったわけないわ。店長ジョンとかなっちゃうわけですよ。もう恐ろしいですよ、はい。そんなね、限られた環境下でね、犯人は一体どのように犯行をやり遂げていったんでしょうか。次々に従業員が消されていく様子は非常に奇妙なものでした。暗躍する殺人鬼。1993年2月19日アメリカノースカロライナ州シャーロット。あら、おかしいわね。その日の夜、仕事から帰宅した D サンプターはクローゼットの前でけげんそうに首をかしげていました。彼女が見つめていたのは娘のショーナ・ホークが出かける際にいつも着ていたコート。ガレージからショーナの車がなくなっているのに、クローゼットには彼女のコートが。その日の D の自宅にはそんなどこか違和感のある状態となっていたんです。ただコートを忘れただけ。そう言ってしまえばそれまでですが、まだ肌寒い季節柄も相まって D は胸騒ぎを覚えました。しかしショーナに連絡はつながらず、母親の D はショーナの婚約者を呼び寄せて彼女のことを尋ねることにしたんです。ショーナですか？今日は会ってませんけど。婚約者にさえ何も告げずに姿を消してしまったショーナ。違うんです。彼女はこの時も二人が思うよりずっと近くにいたんです。そしてそれはショーナの婚約者がその家のバスルームを横切った時。ショーナいるのか？シャワーが流れているわけでもないのに、シャワーカーテンがバスタブの外に出されていることに気がついた婚約者。彼は嫌な予感を覚えながらも恐る恐るそのカーテンを引きました。するとバスタブの中ではショーナが小さく体を丸め死んでいたんです。すぐに警察を呼んでください。ショーナの母親に向かい慌てた様子でそう声を上げた婚約者。その後救急隊が駆けつけますが、搬送先の病院でショーナの死亡が確認されます。検視の結果、ショーナの鼓膜には絞殺された際に生じる裂傷が見つかり、彼女の死が他殺であることは明白。ショーナの財布からは現金が奪われており、犯行は強盗目的に思えました。一方で現場に無理やり侵入した形跡はなく、犯人は彼女の顔見知りだと推測されたんです。ファーストフード店の従業員が亡くなるって聞いてたから、お店の中で犯行が行われたとか、そういう話だと思ったら、被害者は自宅で亡くなってたってことなの？そうなんです。あの従業員同士の仲が良ければ家にあげるとかあるじゃないですか、ね。僕とヤニゴさんも、まあ、家に、ね、来てもらったりとかね してるんで、はい、ビジネス上の会話しかしないです、はい。まあ、嘘なんですけど、はい。まあ、これのねすごい不審なところはね、この後の被害者もみんなね同じシチュエーションで亡くなっているんです。
もう二度と娘のような犠牲者は出したくない。娘のショーナを失った D はその後殺人被害者遺族の支援団体を設立。娘の死を無駄にしたくない思いのもと必死に前を向こうとしていました。そんな矢先のこと、本日未明アパートの一室で若い女性の遺体が発見されました。女性は T シャツで首を絞められており、警察は殺人事件として捜査を進めています。ショーナの死からわずか数ヶ月後のそのニュースを D は悲しみをあらわに眺めていました。また娘と同じような子が犠牲に。ただニュースが読み進められていくうちに、彼女の表情は悲しみから驚きへと変化していったんです。 D の娘ショーナはファストフード店でアルバイトをしながら大学で法律を学んでいました。そしてその日死亡が報道された女性はなんとショーナと同じ店のアルバイトだったんです。さらに半年後の1993年9月、そして翌年の2月と、シャーロットの街では相次いで女性の殺人事件が発生。その誰もがショーナと同じ20代の女性で、死因は絞殺。そして亡くなった女性は全員同じファストフード店のアルバイトだったんです。4人も殺されちゃってさ、絶対お店の人じゃない。これ警察何やってんの、早く捕まえないと。もっとひどいことになるわよ。てか店潰れんぞ。まあアメリカなんだよね、時期的にもまた新しい人入れたのかもしれないですけど、もう俺候補者さんだったら絶対そこ入りたくない。怖い。警察もね、店の従業員とかをこうバーってこう当たればね、犯人すぐ割り出せそうだったりするから、ちょっと歯がゆいっすよね、これ、ただね、この後起きた5件目の事件でついに犯人の正体が明らかになるんです。十字架のイヤリング。同じファストフード店のアルバイトを狙った連続殺人という限定されたシチュエーションにもかかわらず、警察の捜査は難航していました。どの事件の際にも現場となった被害者の自宅には完璧に隠蔽工作がされており、指紋などの証拠は一切残されていなかったんです。ただ4件目の犯行の際、警察は現場ではない別の場所から有力な手がかりをつかむんです。珍しいイヤリングだな。そうつぶやいた警察の視線の先には、銀行の防犯カメラに映る一人の男の姿が。男は現金を引き出そうとしますが、暗証番号を何度入力しても失敗している様子。そう、その男は殺された女性のキャッシュカードで現金を引き出そうとしていたんです。その男の特徴は十字架の形をしたイヤリングをしていること。警察はその映像を頼りに犯人と思わしきその男の行方を追うことにするんです。そして4件目の殺人から2週間後の1994年3月8日、最近シャーロットも物騒な事件が多いから気をつけるわ。生まれたばかりの息子をあやしながら電話に向かってそんな話をしていたのは、シャーロットの街で暮らすブランディ・J・ヘンダーソン。あら、ごめん、お客さんだわ。いとこにそう告げると玄関へ向かったブランディ。するとそこには友人のボーイフレンド、ヘンリー・ルイス・ウォレスの姿がありました。すまないブランディ、彼女のことで相談があるんだ。ひどく憔悴した様子のウォレスにたらごとではないと察したブランディ、彼女はすぐにウォレスを部屋に招き入れます。そしてウォレスの耳元では確かに十字架の形をしたイヤリングが揺れていたんです。ブランディが家の中へ招き入れると同時に彼女を強く殴りつけたウォレス。彼の表情は先ほどまでの力ないものとは一変、倒れ込んだブランディを鋭い目つきで睨みつけていた。金を出せ。ブランディは声を上げることもままならず、震える手で貯金箱代わりのプリングルス缶を差し出した。しけてんな。そう口にしたかと思うと、にやりと口角を上げ、再びブランディに目をやったウォレス。そこから彼はブランディに覆いかぶさり、彼女の服を乱暴に脱がせ始めた。やだ、やめて。必死の抵抗も虚しく、ブランディはウォレスに無理やり侵されてしまう。涙を流しながら行為が終わるのを今か今かと待っていたブランディ。服を着ろ。呆然とする彼女に向かい、ウォレスは淡々とそう命じる。そしてブランディが服を着るとその手を引いてバスルームへ向かったウォレス。彼はそこにあったタオルで入念に指紋を拭き取り、それまでの乱暴な振る舞いからは想像もできないほど丁寧にそのタオルを折りたたんだ。そして綺麗に折りたたんだそのタオルでブランディの首を思い切り締め上げた。同時にリビングから響いたのはブランディのまだ生まれたばかりの息子の泣き声。うるせえガキだ。苛立ちをあらわにそうつぶやくと、ウォレスは綺麗に畳まれたそのタオルを持ったままリビングへと向かっていった。後日ブランディは遺体で発見されますが、同じように首を絞められていた彼女の息子は奇跡的に生還。そして事件当日の夜、ブランディと電話をしていたいとこが電話中にウォレスが訪ねてきたことを証言。警察はその話を聞くとすぐに彼が犯人であることを察しました。そう、ウォレスはアルバイトが次々と不審死していたあのファストフード店のマネージャーだったんです。
従業員に犯人がいるってのはまあまあ絶対そうだと思ってたけど、まさかマネージャーとはね、なんかもうバイトの面接とかさ、うん、品定めしてそうでめちゃくちゃ気持ち悪くない、うん、これ。ファーストフード店って比較的若い人がバイトで応募してくるんで、ね、バイトの方多いわね。まあ、ウォレスにとってはもう絶好のね狩り場だったんです。気持ち悪い、まあ、若い女性ばかりをね付け狙う犯人のウォレスは、女性に対して底知れない支配欲の持ち主だったんです。欲望のままに。1965年11月4日、ウォレスはサウスカロライナ州バーンウェルのあまり裕福ではない家庭で生を受けます。そして彼の歪んだ人格を形成したきっかけの一つとされているのがヒステリックな母親。この出来損ないが。母親はまだ幼いウォレスに何か粗相があればいつも鞭で叩き、心ない暴言を浴びせました。そうやって暴力にさらされる日々の中、ウォレスは8歳の頃、自身の凶暴性を目覚めさせるある出来事に遭遇するんです。すごい。その日街へ出かけたウォレスは、一人の女性が男たちに襲われる現場を偶然見かけてしまうんです。この時ウォレスは強くこう思ったんです。すごい、俺もあんな風に女をめちゃめちゃにしてやりたい。普通客じゃない？めちゃくちゃ恐怖抱かない？そんな場面見たら、うん、それが何？自分もそうなりたいってさ、うん、どういう性格というか、うん、ねえ、不思議よね、こういう感情抱くって。ウォレスのように日常でね暴力行為にさらされている子供っていうのは、まあ、こういったね犯罪の場面において適切な判断ができなくなってしまうことが多いんです。というわけで本日のメトラキーワード、暴力が子供に与える影響について。人間は新しい出来事を経験するたび、脳内でどのように対応すべきかをデータベース化していくんです。しかし幼少期の虐待など想定外の強い衝撃には脳の処理が追いつかず、問題行動のきっかけとなってしまうことがあるんです。例えばセックス依存症は多くの場合、幼少期の性的暴行や育児放棄などが原因。脳の処理が適切に行われなかった記憶はトラウマとして何度も蘇るんです。そのトラウマをごまかそうとする行動として、異常なまでに性行為にのめり込んでしまうことがあるんです。幼少期の暴力の影響は想像以上に大きく、日本の少年院に収容されている少年少女の 72.7% が家族から暴力を受けた経験があるという調査結果もあります。性犯罪の現場を目撃して以来、女性への支配欲をみるみる膨らませていったウォレス。年頃になったウォレスは友人の妹を襲おうとしたり、売春婦と一夜を共にしてはひどく乱暴な性行為に及んだり、女性に対して明らかに暴力的になっていきました。幼少期から母親の虐待にさらされていた彼は、女性を暴力で支配することでそのトラウマを上書きしようとしていたのかもしれません。そしてそれはウォレスが大学卒業後海軍へ入隊した際のこと。25歳を迎えた彼は駐在先のシアトルで知り合った女性に対し最初の強殺人に及びます。そう、彼はファストフード店で犯行に及ぶ3年も前からすでに殺人を犯していたんです。この時ウォレスは取り調べを受けたものの証拠不十分で不起訴に。一方で彼は別の強殺事件でも嫌疑をかけられており、不適切とされた結果職を失うことになるんです。こうして27歳の頃、ウォレスはノースカロライナ州へ引っ越し、シャーロットの町でファストフード店で勤務するように。やがてマネージャーの役職を得た彼はそこから10人もの女性を手にかけていったんです。10人？ファストフード店で被害者となったのは4人って言ってなかった？実はですね、ファストフード店の被害っていうのは氷山の一角でしかなかったんです。女性への強大な支配欲を募らせたウォレスにとって、若いアルバイト店員が多数勤務するファストフード店は格好の狩り場。しかし彼の暴走した欲求は店の中だけで満たされるものではありませんでした。ウォレスはファストフード店のアルバイト以外にも売春婦、妹の知人、恋人の友人など知り合った女性を見境なく殺害していったんです。そして気になるのは、ウォレスがシャーロットに来てから9人の女性が亡くなるまで一切の殺人容疑をかけられていなかったこと。1993年2月にアルバイトのショーナ・ホークを殺害した際には、彼女の上司として葬儀にも出席。ショーナは誰よりも優しい人でした。ショーナの母ディ・サンプターを抱きしめると、ウォレスは白々しくもそんなお悔やみの言葉をつぶやいたといいます。彼がここまで余裕の振る舞いを見せられたのは、当時の警察やメディアの偏見が仇となってのこと。ウォレスがシャーロットの街で殺害した10人の女性はいずれも黒人女性。現在よりも人種差別が色濃かった90年代アメリカにおいて、黒人の犯罪被害が報じられる頻度は白人のそれよりも圧倒的に少なかったといいます。そう、黒人の犯罪被害が軽視される社会の風潮もあり、警察は一連の事件をそれほど重要視していなかったんです。加えてウォレス自身が黒人だったことも警察の目をくらませた要因の一つ。実は当時の犯罪学者らは連続殺人犯の約 80% は白人というデータを出していました。警察もメディアもそのデータを根拠に、ウォレスのような黒人の連続殺人犯はほとんどいないという先入観を持っていたんです。黒人男性による黒人女性の犯行、当時の人々が予想だにしないそのケースから、警察はウォレスの逮捕間際まで一連の犯行を同一犯によるものとすら被害
がついていなかったんです。捜査が難航した理由は表向きには警察の人員不足とされていますが、こうした特定の人種への偏見が影響していた可能性は拭いきれません。1994年3月9日、警察はシャーロットの町で9人目の被害者ブランディの事件からウォレスの犯行を特定。彼は4日後の3月13日に逮捕されることになりますが、この時はさらに1人の女性を殺害していました。こうしてシャーロットの町では最終的に10人もの女性が犠牲となってしまったんです。1997年1月7日、結果としてウォレスは9件の殺人で有罪となり死刑判決に。彼は現在もノースカロライナ州ローリーの刑務所で死刑執行の時を待っています。人種差別という悪しき風潮によって幾度となく見逃されてしまったウォレスの犯行。同じファストフード店のアルバイトが相次いで亡くなっても彼に嫌疑がかけられなかった事実は、偏見がいかに人の目を曇らせてしまうかを如実に物語っているんです。